横浜市都筑区にある都筑民家園で10月16日と17日の2日間キクゼックが開催されました。キクゼックとは朝陽の節句とも呼ばれ、5月の端午の節句などと同じ五節句の一つで、旧暦の9月9日に菊の花を用いて不老長寿を願う行事です。会場では民家園のスタッフが制作したちりめん細工の人形や、日本人形文化研究所の所長林直輝さんの所蔵品などが展示されました。17日には林さんによるギャラリートークが行われ、キクゼックの由来や日本におけるキクゼックの歴史、展示物の解説などが行われました。さっき右側の方がそのゴミ袋を描いたものなんですが、左側はくす玉というのを描いた掛け軸。こちらのゴミ袋はグミの実を入れた赤い袋を身につけ、厄除けとして使用していたもの。菊の花の上に真綿をかぶせた菊の着せ綿は、夜露に濡れた真綿で体を清めると不老長寿になれると言われていました。自分の家ではなかなか見しないし、見れないようなものが見せていただくので楽しみにしております。なかなかこの朝陽の節句というものが現在ではそう親しまれているものではない中で、この昔からの行事というものを改めてその良さ魅力というものを感じられたという声が聞かれて嬉しかったです。